もしもし、お久しぶりずら。元気？本当？よかった。その本の作者さん、他にもたくさんお話を書いてるから読んでみてほしいずら。もちろん待ってるね。今は別の特集が組まれてて違う本が並んでるよ。でもカウンターで頼めば出してもらえるみたい。みんなって虹ヶ崎の人たち？そんな、そこまで期待されるほどでは。ありがとう。そんな風に言ってもらえてすごく嬉しい。改めて書いてよかったって思えるずら。先生じゃないずら。でも実はちょこちょこ書いてるんだ。お、書いてるって言っても短いお話ばっかりで、構成も図書館アンソロジーの時みたいにしっかり考えてなくて、本当に気の向くままに書いてる感じずら。だから人様に見せられるような作品は書けてないよ。けどあなたやルビーちゃんに手伝ってもらいながら書いた経験は、マルの中ですごく大きなものになってるんだ。今はただお話を書くのがすごく楽しい。たとえ短くてふわふわした内容でも、自分の世界が形になっていくみたいでワクワクするの。ダメずら。読んでもらいたいときはちゃんとしたのを書くから。